東野浩二キャッシュレス化計画東野浩二の本物ラジオこの番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸時和大学がお送りしますどうもこんばんは一時間よろしくお願いします佐藤君えついに僕もですねうんアナログ人間からデジタル人間にちょっと 変わりつつあるというお話なんですけど先週言おうと思ったんですけどあの先週の金曜日実際には先週の木曜日から自分のスマホにペイを導入してたんですよ。でまずっと俺ずっと s u i 使ってたんですよ。で何かあったらスイカスイカでタクシーでまあお金払う時とかでもなんか最大の上限が2万円で。 で気づいたらもうないたもなとかなんかあるしもうめんどくさいなと思ってまた現金で払ったりとかしてて、はい、であとクイックペイみたいなあのカードもなんかあるんですけどもうそれも1年ぐらい前に1回やったきりククイックペイのやり方もわからないんでですよ <laughs> でその「ウォレット」っていうアプリの中に3枚カード2枚とスイカが入っててでどうしたか分からへんけどとにかく。 うんタクシーで目的に着いて「ね、なんかこ,こ,ここスイカでお願いします」って言ったらビビーって反応するところにあのスマホ当てたらお金払ってくれるってことやからもうその「クイックペイ」っていうのがもう、あのー、どうしてか分かんないですよ。どうしてかもうほんまにダブルクリックしてもなんかマスクがどうたらこうたらとかなんかも汗かくから。 恥ず,か恥ずかしいからもうずっと蓋しててよ分からんかって、はい、でまあまあ現金やりつつどうしたもんかなと思ってたんですけどうーんそのペイをあるペイをやろうと思って、えー、でそれも Suica はあのキャッシュカードからこういった補充するじゃないですか。はいはい、で細かい話言うと俺あの吉本の給料が。 <laughs> 税理士さ, <laughs>、はい、<laughs> さんに入って <laughs> ほんで「いや東野さんこのカードで使ってくださいと」と、ね、こ,この銀行のこの口座に次々なんぼか払いますみたいなこの両輪バランスだから家の銀行のお金こんな今月こんなんです東野、はい、さんだけに小遣いこんなんですみたいなそういうシステム取ってるんですよだからバランス取らないといけないんですよ。だから <laughs> カード使うはええけどそのカードを使ったらそ,のそっちのメイン東野のメインバンクからお金引かれるわけですよで。気づいたら毎月毎月俺だけのお小遣いがたまっていくから別にいいんやけどなんかこう俺バランス取りたいから <laughs> その俺の銀行口座も減らしたいのよ <laughs>。あのちっちゃなちっちゃなイーロン・マスクやから <laughs> あの減らしたいからそのペイを銀行口座で いけるって聞いたからよしやと思ってでペイを先週の木曜日にアプリをダウンロードしたんですよ。ほんならまず最初、えー、マイナンバー、はい、マイナンバーをこの城脇のところに当ててくださいってあの撮影の画面出るやんほんでやってだかこ簡単やと思ってやって。 ほんんでなんかあのマイナンバーの暗証番号教えてくださいって言ってでなんか多分銀行のそのお金下ろす時の暗証番号やろうなって思ってたし、はい、ほんでなんかビビーってなってうんってなってでまず1日終わってそれで <laughs> 一回寝かして <laughs> あれと思ってあほんで言い忘れた俺の銀行口座からこう行くのもだから毎回コンビニとか銀行で終わらせたらお金取られるじゃないですか。 もうそれがもう前から腹立っててで、はいね、そのキャッシュカードもなんか手すぐ取られるから俺よう分からんけどペイやったら取られへんのちゃうかと思ってでそのペイする理由としてほんでそれ木曜日終わりました <laughs> <laughs> で金曜日この本物ラジオだからえーワイドなショー終わってで空港着いて。 で飛行機乗ってこの本物のラジオやる時の,その時間がある空港の中のえ椅子があって毎日小さなテーブルがあってそこでペイの登録を始めてほんで前回の昨日の反省から「それわかんとマイナンバーわかんと」「もうなんせ暗証番号分かってないし」「もれ削除してほんで免許証免許証,免許証だ」っていうことで免許証を 当てるんですよ、枠の中に、ね、なかなか当たらないんですよね,ね。やっと当たったと思って、あ、はあ、よかったと思って、次なんや、次なんやと思ったら、初めての体験ですけど、四十五度の角度から取ってくれっていう。<laughs> 免許証を知ってる。そうなんでしたっけ？そんなんや俺、四十五度ってえ、何を思って、どっからの位置の四十五度かわかるけど、とにかく厚み。二世の免許証の多分、恐れがあるから、四十五だから、そうね。 飛行機のなんかゲートが開くの待ってるテーブルで,で1人でこう45度こうしてるわけですよずっと帽子かぶって眼鏡してマスクして変なおっさんがずっとこうやっててでそれがね2分たち3分たちもうっていう時にピンってなんかこうできてあよかったよかったと思ってもうペイできると思ったら次は顔写真をあの欲しいっていう。 せががむわけですよペサイイサドがでもう「分かった分かった」って言ってもうちょっと周りの目も意識あるけどまあまあ帽子取って眼鏡外してでマスク取ってでこう真正面向いて、ね、写真撮るんやけどなかなか写真が。 向こうの欲しいサイズ感の写真と俺がもう早く撮りたい写真感がなんか違うからなかなかなんかこうピンってなれへんけどそれも2分3分ずっと2分3分長いですよ120秒とか180秒ずっとやってでピンってなって「よかった!」と思って出ると思ったら次はなんと「ゆっくりまぶたを閉じてください」って来るんですよ。初めてててでえーってなっな 俺ゆっくりこれまぶた閉じんのみたいな感じでほんでこうゆっくりゆっくりまぶたをね待合室とこで一人でずっと真正面で、ま、ゆっくりまぶた閉じる時にあのふと気づいたんですよまぶた閉じてる時に。 俺の免許証とか盗まれてへんかなと思って <laughs> んでパッてパッて目パッて開けてほんならまだまぶた閉じてないから反応せえへんからんで、それのやり合いなんですよ。こうこ、まぶた閉じてはパッて目開けて盗まれてないかなとかポケットに入れたら嫌な話だけどうもう起点がもうペイに夢中やからもうゆっくりゆっくりまぶた閉じてパッて開けたらあ、また盗まれてないとか思いながらやったんですよ。で オッケーなってほんで住所とか名前とかバーで自分のデータねみたいなのを書くところがあったからわーって書いてで、えー、飛行機乗って本物ラジオやってでホテル戻ってちょっペイチェックしようと思ってなんか審査しますみたいなのが出たから,から審査になんか適合しないってなってえでえ,えってなるじゃないですか。うーんえ,えって思って でまあいちいち寝かかして <laughs> とにほん <laughs> で,で,で土曜日土曜日から土曜日にも改めてもう一回最初から家でそのさっきまでの流れ全部やって <laughs> 全部まぶたまでまぶたまで全部やって住所わーってやってで書いてでこれでいいやろうって思って「ちょっと審査します」って言って、えー「またなんかダメです」って言でや!」ってなってね分かったんですけど。 やっぱりね俺40歳過ぎてから説明明文を読む力が <laughs> あの明らかにに落ちてるるんんですすよよね適当やだから全部ちゃんと説明文とか読めないんですよ昔ちっちゃい頃ちゃんと読んでたけどなんか「はい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 」みたいな感じでやっちゃうからあの免許証の住所あるじゃないですか完璧な住所ね。でそれの住所のデータ AI がそれで把握して僕の書いてる住所は あの、部屋番号まで書いてなかったんですよ。<ー>ほんで、そあ、それに気づいたんですよ、三日目で。え <laughs>、だから、えー、じゃう、四日目は木曜日が始まる。はい、木金土日、日で、えー、日、ね、あ、日で気づいて。はい、で、家やって、ほんで、やっと。全部は完成して、ペイ使える人間になったんですよ。 いやほんで実はその木,木曜から日曜の同時進行でそれしながらもう一個のペイタクシー乗るペイも登録してたのよ。ねねタクシー乗るペイはもう銀行のあキャッシュカードからあのね銀行のキャッシュカードで,で一応仕事とか行く時に現金も一応持ちながらスイカも一応持ちながらでもその。 ペイを今日使うと思いながらドキドキして乗り込んだんですよほんだら S ライドの車で無理やったんですよでえってなって「いやこれあのワンペイ無理です」みたいなことあれワンペイって言うやんやか,なんかそう無理ですって言われて「あそうなんですか」って言って、ね、スイカだって。でまたなんか違う仕事の時に乗ったら行けるってなってほんで「行、えー、けますか?」ってあ行けますよ」って言って「 モニターみたいな前のモニターテレビがあるじゃないですか座る座席の前のあれでそ,のそこの,そのワンペイの支払いはこのこを押してくださいみたいなのがあるからこれかこれかと思いながらいつもはなんか画面消すんやけど目的地までずーっとそこそこだけを見てそこだけを見てすすすぐぐ消消しませんあれすぐあれ嫌なのよなんか生理的に。で着いて目的地着いて。 でワンほんでもうすつ,つ,つ,つく前からもそのあの自分のアプリもワンペイのスタンバイ <laughs> <laughs> し,しててほんでついてでもう一か八かナムさんってなって <laughs> やったらピーンってなって「めっちゃ早い」ってやってそれもなんかよう分からん感じで「えこれほんまにえどう空中でつながってんの?」みたいな感じで向こうの前の運転手さんが「あもう行けました」とかあ「行けんねや」思って領収ねこれめっちゃ早い」。 と思ってたんです。使うワンペイあんま使わないでしょ他のゴーペイ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 俺ゴーペイやったからゴーペイゴーペイだよほんで俺ゴーペイそれを使い出して気づいたのよ三回目で乗ってすぐ使えるのよああそうっすね知ってたよびっくりしてああと思ってそうきたかと思ってそうかと思って なんか乗ってすぐ押したらあれこれもう使えんちゃうかと思って何がよくやったらなんか反応してあの事前支払い OK ですってなってあそうなんや思ってめちゃくちゃ便利やみたいなのがあったんですよほんでそれ同時にそれをもう4日間ぐらいでやっててほんで「ペーペー」の話に戻るけど「ペー」ねうーでなりましできました。タクシーでペー 使おうと思ったでもなんかバーコード払いと 2>,、はい、な2種類あるのよ「うわ出た!」と思って「<laughs> うわ出た出た」とにかくまず5万円入れたんですよ自分の,、はい、あの口座から <laughs> 5, 5万円入れてそれでも使い放,放題やから、うんうん、まずタクシーであったらなんかねそれがちょっとよくわからなかったしでもなんかちょっとなんかこれもええわと思って、うん、結局現金にしたりとかしててほんで。 どううしようでもペイ使わなあかんと思って嫁とある日夜ご飯食べに行ってでなんであか入り口店ね風屋さんかな、はい、店入ってね会見とか通るじゃないですかレジのところほんならもうペイ使えますってもう見えてるんですよ <laughs> あこれいけると <laughs> ほんで調布やったら緊張するからその前にコンビニ一人で行ったんですよ、はい、ほんでペイ使おうと思ってだかで使えない無理やったんですよ あのどうしてかあの上がっちゃってで向こうも前の人もその店員も海外の人やしなんかもう船もう待ってるしもう,もうあかんと思って諦めたんですよ。で嫁とご飯食べに行って入り口でペーあんの分かっててでちょっとお酒も飲んでお酒の力借りてお酒の力借りてやっとあのペ最近ペー始めたんですけどちょっとよく分かんないんですけどこれ,これで払いたいんですけどっていう。 コメントやっと言えて <laughs> ああそうかってこんな簡単なんやって <laughs> やっぱ酒の力やっぱ必要やなと思っては支払いしてでそっからペイいろいろ使えるようになってほんで昨日かなえー、タクシー乗ってだから俺以前言ったけどコロナ感染したじゃないですか。 でワイドなショーの隣に来ただから A マッソさんねうんもう感染したんですよ狩野さん、えー。来週木曜日 MBS ヤングタウンに A マッソさんのヤングタウンに僕出演するんですよ。うーん、これはだからコロナ感染して多分おそらく俺は勝手に俺のやつが映ったよなと思って申し訳ないしフジテレビの山崎アナウンサーの「ポップアップも出させていただいたしあの。 CBC の,のごほすま石井さんもいらっしゃって石井さんも申し訳ないなと思ってですよで A, A マストだから ABC ラジオ別に裏切るつもりじゃないんですけど、まあ、それ A マストに「YouTube でも何でも出るよ」って言ってたらなんかそのヤングタウンってお話聞いたや全然何でもいいよ」っていうでそんなそこまで ABC ラジオと MBS ラジオがバチバチじゃないんでしょバチバチなんですか。 いや,いやそんでまあまあ,あそうなんやと思って俺も知らんからなぜ <laughs> ようわからんからまあええまあ出るんですよ。でそれ話戻ってでそれ実はその昨日かな、えー、昨日、えー、おとついかおとついにタクシー乗ってその g o p 使おうと思ったらおじいちゃんのタクシーで g o p が使えなかったんですよ。うん、でスタジオ入っ で、合ペン使えないんです」って言って「どうしよう」と思って元気ももうなかったでもうちょっとキャッシュレスにしちゃってるからもう, <laughs> もうこの5日間6日間で <laughs> え「どうしようどうしよう」ね「ペイできますか?」みたいなこと言われたら「ペイはなんか窓にシールが動画貼ってるのでそれでその2種類の払い方がもうよう分かれへんで,でスタジオ、地下のスタジオついてでなんか玄関のところになんかスタッフらしきマネージャーらしきとかすごい並んでるんだか。<laughs> そこをやっても汗かいてなんか待ってる待ってると思ってどうしようどうしようと思ったら後ろかから巨大な黒いでかいでで車が止まったんですよ、ね、ほんでどうしようどうしようってなって「ああもうもうもういいです」って言って「現金で払います」って言ってなん,かなんかざわついてるからで俺の車があるからそので巨大なでかい黒い車が入ってこれなくて止まってる感じなんですよ。 ほんでしゃあないからもうちょっと現金でってもうおじいちゃんも困ってるしもう俺も分からへんしその窓ガラスのペイのあの QR 行動でえどこえとか思いながらもうよく分からんからもうとにかく現金払って飛び出して出てきたらその巨大な後ろの黒い車からダウンタウンの浜田さんがやってきたんですよ、えー、<laughs> 何やってんねんお前何一人たらしてんで。で人前で罵られた コロナでワイドナショーで松本さんもなんか勝手に僕はね俺のせいでちょっと感染したんじゃないかって思ってるからダウンタウンさんの番組もまだ何の番組か言えませんけれども出演に行ったんですよ。で浜田さんに覆ってでそのマネージャーらしき人たちの前であの可愛がり的な感じでケツけられるって。 俺54歳で、ね、タクシーの運転手さん70オーバーでほ2人でアナログな2人が一生懸命手揉めてて出てきたらけつけられる、ね、運転手さんはね、アクセル踏んで去っていく <laughs> な,なんやこの資本主義は <laughs> くソそって思いながらこの1週間そのキャッシュレス化を一生懸命一生懸命コツ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 ,コツこうやっててなんか掴みました。 うんなんかああこれかっていう感じでちょっと見えてきましたねなんかいい感じだから今はもう Suica とペイと g o ペイの3本柱でバランスよく <laughs> で食事もこれから Pay で払ってだからいらないよね現金全然いらないなってちょっと思ったし何だったら俺もだ免許証もマイナンバーにつけてもらってもう。 スマホの中に入れてほしいんですよ。もう全部のデータ保険証も全部っていうふうになっちゃいましたねやっとみんなに追いついた <laughs> これだけ言いたかったんです <laughs> えー、でダウンタウンさんの番組は一体何かっていうのも、えー、お楽しみにしてください、えー、そして今そのこの <laughs> ABC でこんなこと言うのなんですけど26日の木曜日だけ皆さん ABC ラジオじゃなくて MBSM <laughs> <laughs> ラジオ 聞いてほしいと思いますエマソ待っててくださいお願いしますあ、ちょっと来てるんですねこれ、えー、メールが堺市のラジオネームディスコスター東野さんこんばんは、えー、来週 MBS ラジオエマソのヤングタウンにゲスト出演されることが発表されましたがヤンタンに出演するのは約30年ぶりだから俺が24歳ぐらいの時ですよ石田康史君と一緒にやってて 細川文恵ちゃんとか羽田絵里香さんとかここかここでここ,こ,こですよねうとかやってた時以来かベーブベーブって知ってます佐藤君 あのギミアップって言って、おー、おー、おーって、あの <laughs> 月空のトレンディードラマの一番最初ですか？えー、それの主題歌を歌ってた女の子とかとやってて、この番組で喋りましたけど、コーズさんが当時、ディレクターで,で、今はもうプロデューサーなんですかいや？だから不、不思議やんたんだから、うそういうもう三十年経ってんにゃ、思って三十年。 でもっと実はやんだの歴史って年年から50年あるわけでしょいやすごい歴史やなと思ってハッピー・トゥ・デイのコーナーとかまだやってんのかなハッピートゥデイって知らないですか、はい、あのー、昔だからこの本物ラジオってもう、まあ、ラジオ番組の中で一番脆弱じゃないですか、はい、少人数でやってるじゃないですかでもヤングタウンって当時は、まあ、花形深夜ラジオでで こ,このスタジオで,でサブがあってサブの横の出たところに電話台が5台ぐらいあるんですよ。<ー>ほんでオープニングで「えー、ハッピートディデーのこんな今日のテーマどうしようかな、えー、今日のテーマ忘れ物をした人お電話してください」<ー>みたいな電話番号を言うんですよ。うん、ほんならみんながいろんな関西中のヤングタウン聞いてる人が「忘れ物しました」みたいなこういうエピソードを言ってでほうてで,そのでバイトの子は大学生のバイトの子が取るんですよ。 でそれでそのリスナーから聞いたそのエピソードを言うたらはがきサイズのメモにその文章にして面白おかしく書くほんで,でメインの放送作家がそれいろいろ吟味してじゃあこれをこの順番でこれ読もうかみたいなんで読むっていうそれが帯の企画というかあってでその大学生のアルバイトの子が後に関西の放送作家になって。 で人気番組やってほんでなんで俺は大阪であの生まれとかなあかんねんなんで東京行かしてくれへんねんってなって東京行って東京でメインのなんか作家やったりとかするっていうなんかこう大阪にいて NSC 入って日曜目劇場で受けて人気者になってで東京行くみたいな同じようにヤングタウンのアルバイトから作家。 でラジオの作家からテレビの作家で東京に行って東京のゴーデンとか面白お笑い番組の作家っていう、うん、コースがあったんですよ当時。えー、だから俺が ヤングタウンやってる時に石田康の友達の大学生のアルバイトのやつが作家になって作家から人気番組やって東京行って東京でも「ネプチューンかなんかのなんかゴールデン」とかいろんな番組で名前見ますよ。あヤンタンタののバイトの子やっていうイメージやから。 多分曲で俺に会いたくないやろなって思うんですけどそういう歴史があるっていうだから今は何をしてるか分かりませんけれども、えー、今度行きたいと思いますのでそちらの方よろしくお願いします。で曲でございますけれども大阪府の「今寝るよさん」でございます「東野さんスタッフの皆さんこんばんは」と「本日の洋楽リクエストですがイギリスの男女デュオもともとはトリオだったそうですがスイングアウトシスター知ってます?」 スイングアウトシスタ、えーブレイクアウトをお願いいたします、えー、日本でも大人気だったデュオ確か違う曲では8センチの CD も発売されたことがありました、えー、リクエストの曲の「ブレイクアウト」も日本で大ヒットしテレビなどでもいまだにちょくちょく耳にしますと、えー、歌詞を大まかに言うと「迷ってないで前に進もう」<laughs>。 いいですよね、誘惑のこの大まかなね雰囲気何喋ってるかっていうと迷ってないで前に進もうっていうのをなんかキャッチーな、えー、ナンバーで聞かせてくれるっていうことでそういう風なイメージで聞いていただければ幸いでございます。えー、いきましょうススイイングアアウウトトシスターでブレイクアウト張り切ってどうぞ番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています。

東野耕司が今気になってることを教えてもらうコーナーでございますけど見てくださいこれ僕のねえアプリこれ横並び3列目すごいでしょ PAY! ウォレット GoAmazon 麗にこにピーンって揃いましたよこれ完全にもうこれ消えますからここ LINE ぷよぷよやないけど消えますしあとも来週まで今予告ですけどこの GoPay 使ってタクシー呼びますそれが一番楽ですよなんか そゴーペイでそのパって見たらなんかまあ表現すごい汚いですけどなんかあの顕微鏡で精子覗いてみたいな感じでタクシーがうわー来てるじゃないですか <laughs>、はい、汚いなと思って<笑><笑>うわーってなってるあそうこんなこんなもう近くにタクシーは走ってんじゃなと思ってでなおかつ会社選べるんですよねあ,あそうですねだからもう本当申し訳ないけどうんだからちょっと 大手のやつにさていたやっぱそこ <laughs> 野望でしちゃいますよね信頼信用できないじゃないですか「<laughs> ペ」あんのみたいな「<laughs> えペ」ないのもうちょっと」ってなるからちょっとあの地図で住所やったらちょっとねうちのマンションちょっとタクシー持ってきづらいからちょっと前出てやろう。だから 正義の味方終わりでチャチャエレマンで時に一時間か二時間休憩あるんですよ。はい、その時にマネージャーさんねえカシコくんとちょっとご飯食べて。ね、はい、その後俺あのネットカフェ行くんですよ一 <laughs> 人で,あ,であの暗薄暗いところでねほんでそこでちょっとあのあの静かにワンピース読むかあのマッサージ受けながらなんか漫画読んだりとかしてるんですけど <laughs> <ー>そのご飯食べて。 食べてる時にもチラチラなんかスマホいじってるなと思ってたんですけどある日気づいたらこっそそりタクシー呼んでるんででるすよその場所で、ね <laughs> ね、ああそうかっていうことでちょっと来週までにはその g ペー使ってあのー、タクシー呼びたいと思うしあとその履歴が残るじゃないですか。はいはい、で履歴が残って俺いいなと思ったのはなんかその今曲中に佐藤君喋ってたら。 領収書、はい、それ紙でペーパーパ私もうくれない人います GoPay で払ってたらあのアプリの中にあるんでって言われて僕もそれで知っていやもういやいやいや俺もくださいくださいみたいな俺はだからあの家にあの木であんだ籠みたいなのがあってそ,のそこに領収書ひたすら入れていくんですよ。で領収書入れていってほんで一月つたったらコンビニの袋にそれ全部入れてあの丸結びしてマネージャーに渡して全員先生に送ってくれと。<laughs> 税理士先生がこれは経費や経費じゃないっていうのを説明してうちの税理士先生はもう言うたらあの悪事を働かないって最初に言われたんですよ私はそんな一切しませんみたいなことを言われてあ全然いいですよって言ってでたまに俺だからその買い物をするじゃないですか例えば副会にいたりとかなんとかね。 領収書をもらって、はい、でその言うたら、ね、木の籠に入れて、はい、でコンビニの袋にで丸結びしてでマネージャー通して送られてくる、はい、でその税収の先生が全部チェックするんですけど「はい、ん何やこれ」って言って「東さんこんなえこれ何?と言う」って7万円の買い物って何なんって言ってそこに電話するんですよ。え変わってまでん。ででみさみとか「はい何すか?」って言っあの何月何日に何とかであの東のうんで何々購入したんですけど、はい、えこれ何買われました?」みたいな。 そだからそうだそうチェックね、はい、で,でそのみさんお知らんと行ったら <laughs> 実はこの間こんなのあってこのえー、本当ですかってなすいませんなんかみたいな、はい、変な人じゃないんですみたいな <laughs> 説明を受けるんですけどそれで俺だから毎回ペーパーでもらうけど、はい、そのペーパーレスでスマホの中の履歴を全部、はい、ゼリ氏に送ったらいいわけですかまあゼリさんと共有できるようにしていればあゼリさんと繋がらなあダメなんですかどの方法で繋げるんかちょっとありますけどまあ <laughs> 結局紙に出力しないとダメかもしれないですね東さんその渡さないとダメなんだったら俺のゼリーさんは七十オーバーの女性の方なんですよもう絶対無理なんですよ <laughs> <laughs> だって電話すんだよこれ何に使いました <laughs> っていう人だからなかなか難しいと思うけどう、ね、ちょっとそれ、うん、まあ来週までにはタクシー呼ぶっていう試練ですけど GO、うん、でタクシー呼んだらもはや P もしなくてお金払えるえー もう読んだ時点で事前みたいな感じの仲間入りになるんですか、はいはい、事前に払ったっていうところですかもう三段跳びじゃないですかもう,もう勝手に着いたら降りれますへえー、すごい世の中になってたんですね、はいはい、俺すごいじゃあほんまにもうキャッシュってもうそのお,おかしな子供のお小遣いとかどうなっていくのこれから。あのそそ、れこペペイ、ペイで。うん。 子どものペイに、はい、親ペイから子ペイに,ペイペイにじゃあ今月のお小遣いって言って、はい、500円とか1,000円とかでそれでやりくりしなさいよっていうこと、はい、えらい時代になっちゃいましたね <laughs> 本当にすごいね。それやのに学校はスマホ禁止とか親はスマホとか、ね、難しいところですよね。はい はい、皆さんのスマホ事情も教えてください、お願いします皆さんのキャッシュレスか、えー、どこまで行ってるでしょうか、えー、金玉尾さんのキャッシュレスか、行ってるんでしょうか <laughs> 教えてください、お願いしますさあ、工事に教えてでございますけど、えー、どれから行こうかなこれ行こうかなあ、長崎県の、えー、金玉尾さん色象 <laughs>、引っかかってもうた、えー、ダニーこんばんは、先日ケンコバさんのラジオでカノ姉妹のラジオのことが話題になってました ポッドキャストで配信されていて私も少し聞いてみたのですが2人に超能力が使えたらどんな能力がいいかという質問がありミカさん 妹さんですね、えー、私は徐ジ々ョジョの奇妙な冒険に出てくる「ディオの時を止める能力」「ザ・ワールドと」と聞きとして答えていたんですが京子さんは美香さんの答えに一切触れることなく自分の答えを低いテンションで答えてました、えー、僕はこのやり取りを聞いていつか美香さんが京子さんの首を絞めるんじゃないかと怖くなりました <laughs> また友近さんが千葉でやってる FM ラジオも話題に上がり毎週電話ゲストでチャランポラン富吉さんが登場しているらしく。 どんな話をしているのか興味があったので富吉さんが出るところまで聞いてみようと思い聞いてみたんですが話し相手が作家の寺坂さんで FM ラジオなのに2人で火曜サスペンス劇場などのドラマのマニアックな話を延々としておられ話が1ミリも分からない僕は途中で心が折れてしまい富吉さんの登場を待たずして聞くのをやめてしまいましたいやなかなか厳しそうな友近さんは本当に。 あの声が強すぎますからね。<laughs> もうちょっとだからこう時代とか FM とかに合わせてやってもいいんですけど、とにかく富吉さんが好きだということは十分伝わってきます。<laughs> 一回俺友近に言われたことがありますもん。兄さんあの富吉さんってどう思いますかって言われていやどう,思うももう何もその先輩やしジャランポラさんやし。うん あのトークで富吉さん、大好き芸人やってくれませんかね。え、なんで俺がやんの？みたいな。いや、兄さんやったら、あのカイジさんも話聞いてくれると思うんですって,言っていやいや、俺、別に富吉さん、大好き芸人ちゃうし。<laughs> <laughs> ってか、そんなことはあったら覚えてますけど、加納姉妹のラジオを皆さんよかったら聞いてほしいと思います。さこちら、ほないこかさん、ラジオネーム。 東さんこんばんこばは最近の楽しみは東のりとパラちゃんのラジオを聴くのが楽しみな51歳の女です <laughs> 今日は東のりにもぜひ行っていただきたいイベントがあります江口久志先生のレコード展。 6月2日から13日まで「阿部のハルカス近鉄本店でなんと無料!」子どもの頃から漫画好きの私先生の描く女の子の絵がたまらなく好き今ではレコードのジャケシャの作品も手がけてる江口先生が、えー、来る日もあるらしく、えー、知った時からとっても楽しみにして私、えー、東のにも大阪に来る際ぜひいかがでしょうかということでこんな、えー、言い方なんですけど実は行列で江口先生にお会いしまして次回放送なんかな お会いしてなんかその僕が江口先生のね映画やっぱり日本で一番あの18歳から28歳ぐらいの女の子を日本で一番可愛く描くと思ってるんですよ。で「彼女」っていうその言うたらえまあ美人画集みたいなの出されてもうそれも買おうか買おうまいかすごく悩んだんですよ。 というのも54歳でおじいちゃんでねあの18歳から28歳の可愛い女の子の写真をそのイラストを買うってどうなんみたいな <laughs> でもねやめとくかなと思ったけどやっぱ我慢できずに購入してやっぱよかってほんで。 でそれの彼女展っていうのも日本中でやってて行きたいけど行けないみたいなのがあったから行列でそういうすごい人だっていうことで江口先生が来ていただいてで江口さんってそ,のそういうとこに行くとなんか事前に予約した応募した人の女の子に10名とか20名に1人10分15分でボールペンでその人書くんですよ。 でそれをだからまあまあネタバレにしても別にいいと思うんですけどやってもらったりとかしてあのその言うたら彼女店の有名なちょっとボブヘアスタイルボブぐらいのショートの女の子のやるじゃないですか俺あれの500枚か二200枚かの中のナンバー入ってるやつもらったんですよ。額縁ね額に入れて巨大なやつ。ほんで俺の家の家廊下って 明日の「ジョー」の原画コピーした原画当時の原画、えー、ウルフ・金串と矢吹城が初めてクロスカウンターで殴り合ったやつの、はい、なんか原画のコピーとかあのー。 團平が少年院で、えー、や矢吹城が、うん、やられて力士にやられてで丹下のおっさんがお姫様抱っこして去っていく顔のやつとか <laughs> あの力士が減量してなんか最初にあの矢吹に殴られてであの、えー、とロープの3段目のところに後頭部を打つようなところとかあの千葉先生直筆の赤のボールペンでメモ書きみたいなやってるやつのコピーのやつを。 自分の好きなやつ販売してたんで、はい、それやってそれのやつを無作為に8点ぐらい並べて額縁特別になんか10万円で作ってもらってそれ2種類カラーバージョンと「はい、その少年マガジン」の表紙の矢吹きとかのとか「力士と矢吹きとか過去の「カーロス・リベラ」とかっていうやつとその言うたら「ジョー」の有名な「えー、カーロス」とやった後に「 あの終わる最終回のやつとかうー涙橋の説明のやつとかを10万円で2つ廊下にドンドンってあるんですけど江口さんのそれが来て申し訳ないけども15年ぶりかなもうずっとそれやったんですよ15年ぐらい解体しました。<laughs> <laughs> 解体して夜中の小切りで全部切ってバラバラにしてほんでその,その言うたらコピーした原画のコピーだけはまとめて気に入ったやつをまた別で学ね額装してもらおうと思って解体してそこに江口久志さんの一番ええやつドンって置いてんなんかでも冷静に考えたら。 気持ち悪おっさんの家やな思って <laughs> かわいいかわいい女の子がいてんのよほんまめちゃめちゃかわいいな思って当たり前やけどずっっとこっち見てるんですよ、ね、<laughs> <laughs> かわいかった根口先生にちょっとそういうなんか、うん、交流みたいな、うん、なんかきっかけもつかんでなんか東のデニムを見てるみたいなんで。 なんかまた交流もできたらいいなとはちょっと思ってるんですけれども、えー、行列に来ていいたたただきままましたありがとうございます、えー、この方あ、ま、た金玉尾さん、えー、先日キリンの川島さんがラジオで自身を担当していたマネージャーさんのお話しされていたんですがそのマネージャーさんはめちゃくちゃ頭がよく勉強が好きすぎて東大大学院まで卒業して自分に足りないもの何かお笑いだと思って吉本に入った。休みの日ににも収録に来て お笑いを勉強するような人だったらしいんですがある日川島さんが「ブルーピリオド」という青年が東京芸大として美術を学んでいく漫画をおすすめしたところその漫画にそのマネージャーがどハマりして休日に絵を描くようになってさらに一陣から「 何かを成し得るには目標が必要だから東京芸大目指したら?」と言われて休日に絵の予備校に通い何万人も受験して1年に55人しか受からない試験にこの春合格して吉本辞めたすご,すごいですねすねごい僕が知ってる吉本のマネージャーの話は会社に内緒で取った直の営業で NAC を出たての右も左もわからない芸人を連れて行って ピンハネしたい金で家建てたという話だったです。これ今川さんですね。<laughs> PL の花火大会ですよ。<laughs> PL の花火大会のギャラね、ピンハネするんですよ。昔ね。<laughs> いやそんな昔の吉本のマネージャー、そんなにいっぱいいますよ。<ー>ある大人気落語家さんと二人で直の営業をいっぱい回ってそれで家建てたとか。<laughs> いやもう今やったら今やったらそう絶対ありえへんけど、当時の昔は。 吉本興業は林昌之介という初代会長というか吉本清さんが作ってその弟の吉本章之介さんが戦後間もない頃興行ですから当時人気だったプロレス吉本も勘で関西かな力道山読んでプロレスしたんですよ。でギャラ交渉で章之介と力道山が睨み合うっていう <laughs> 楽屋で。<laughs> <laughs> でのさがたじろぐっていういや,う <laughs> いやほんまかどうか知りませんけどそういう噂が都市伝説になったりもしてるしそういう時代ですからそれが今じゃ東京大学僕のマネージャー今日は現場に来てませんけれども東京大学出身とか何人か行ってますしいやすごい時代になったなあと思って昔は坂田敏夫さんアホの坂田さんの。 おでっさんが芸人になって芸人向いてへんからって言って吉本のマネージャーになったりとかできた時代ですよそれがもう今じゃ絶対そんなもんありえないですから当たり前ですけども大学でとかだかんしただ世の中の流れで吉本興業っていうのはいろんな人に優しいですよっていう俺多分ポーズだと思うんですけど中学卒業した子を入れたりとか公共高校卒業した子を 一いじゃないですか今はもう一切聞かないですけどだうも噂話で聞いただけですけど吉本興業が中学卒業した子もその会社としては入れますよ高校卒業した子も入れますよって言って社会にアピールしてたんですよね。 でとにかく吉本はその言うたらチーフマネージャーと現場のマネージャーがいるじゃないですかでチーフマネージャーの上にはその上のマネージャーとか上の社員さんがいててチーフマネージャーにその命令が下って中学卒業した右も左もわからない子供ね社員になった高校卒業してまだ二十歳にもなってない子が社員になったで世の中にも言ってる「ええかお前絶対にやめさすなよ」<laughs> お前やめさせたら分かってるやろうなえ吉本はお前これからクリーンな会社でやっていいかなあかんさかいに16歳や19歳の男の子お前絶対やめさせなよやめさせてみいこれら <laughs> って言ったか言ってないか知らないけどすごく大事に育ててたっていうのはええ。 聞きました、えー、あと1枚いいですか大丈夫ですか大丈夫ですねフリッパさんか、えー、ダーディスタッフの皆さんこんばんは幻民からの本家でございますありがとうございます先日の放送でテシタちゃん次女ですね科学職人は仕込みと言われていたんでちゃんとファンが存在することを、えー、お知らせしたくて初めてメールしました <laughs> 私が東雄さんにお勧めしたいのはネットフリックスの韓国ドラマナ、えー、ナビレラ うんそれでも蝶は舞うでもはうす主人公は28歳の男性バレエダンサーの卵と定年後にバレエに挑戦する70歳のおじいさんが困難を乗り越え一緒に夢に向かって歩む物語その困難たるやいかにという韓国ドラマ「20代バレリーナの俳優さんはゾンビ映画『スイートホーム』知ってますよ。主人公ソンガンガさん俺知ってます 笑っちゃうぐらい,かっこい,いですしかし恋愛要素はほとんどなくそれ以上におじいさんに心が奪われてしまうドラマです子どもの頃に憧れつつも貧しくて習えなかったバレエを家族に反対されながらも強い意志で始めるおじいさんなかなか体が動かずせめてあと10歳はかかったらもっとうまくなれるのにというセリフが本物ラジオメインリスナー層の <laughs> 50歳の私に刺さりまくり響きまくり50代はまだ時間があるんだ今すぐ何か始めなきゃと思いました。 女子高生もゾンビも出てこないえ東尾さんのこのミッは外れますが是非おすすめしたいんですということですけど俺これね見ました途中まであのねもうおじいさんがずーっとちっちゃいおじいさんがまあ言うたらおじいさんやから昔の体型やから足も短く腕も短くお腹出てるおじいさんがその言うたら若い主人公ちょっとうん体どっか痛めたんですよ膝か足首か腰か分かりませんけど。 でそれで最初おじいさんのことをも「やめとけやめとけ」って言ってでもおじいさんは一生懸命、まあ、無理難題で同棲できへんやろと思って鏡の中でアンドゥートワをやりなさいみたいな感じでやるんだけどそれがすごい不格好なんですよ。でもそれでも一生懸命一生懸命やるんですよ。 そこで消しましま <laughs> 俺なんかごめんなさい俺なんかでやっぱりちゃうわ思ってでこれでおそらくおじいさんの頑張りで心を歌えて若いバレリーナはあのそのバレエと向き合って逃げずに怪我を克服して一流になっていくんやろうなと思った時になんかあれなんか俺すごい心がはあの弾めなかったんですよ。心が弾まなかっ,たってあほんでそう俺がこの間見てめちゃめちゃハマった韓国のドキュメンタリー。 サイババー地獄 M バンベアめちゃくちゃゃく怖かった実際の話のドキュメンタリーであの言うたらなんかアプリで言うたら招待されてるうんそこに言うたらアルバイトとかなんかいろいろ教えてあるよっていう主のやつが男のあるやつがおっての女の子にうん主のやつがうん言うたら。 紹介するよって言って個人データ軽い気持ちでポチってするんですよ。ほんだらそっから地獄みたいに言うたら家突き止められるわ親の顔や電話番号やお前おね。ほんでこれでって言ってね。ちょっとお前あの群れの谷間写真あの見せろとか。 わーってなってそこからどん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 裸の写真送らなあかんとかそれでゆっすりたかられたりとかしてそこの中には500人や100人やって男の悪いやつらがうわーってやって今からお前のの家行くくぞみたいいいななんんでで泥沼っっていくっていう実際の話なんですよそれでめちゃくちゃ悪いやつがいててそれを追っかけて新聞になりニュースになり捕まえていけるのかみたいなめちゃくちゃ怖いです。 おじいさんのバレリーナも分かるけど絶対におじいさんのバレリーナよりもこっちのめちゃくちゃ怖かったんですよ恐ろしいと思ってえー、こんなんなんってでそのさっきの頭の話じゃないけどそれも見てるけどだから難しいんですよ個人情報ってどこまで。<laughs> だちゃんと正規の,のルートでやらなあかんし訳分からんやつから個人情報を送ってって言ったら絶対に送ったらあかんって思ってほんまに思う恐ろしい1時間40分50分ぐらいのドキュメンタリーぜひ見てください恐怖でしかなかったギャーってなって,なってどんなふうな目に遭うのかみたいな「私は奴隷です」って体に書いて写真撮らされたりとかもうめちゃくちゃやねん。 日本でもこんなあんのかないってことを信用したいんですけれども是非是非皆さん僕のおすすめのサイバー地獄かこの方のおすすめのえナビレラえどちらか見てほしいと思います。え本家の皆さんどうかですねえ私にいろんなことを教えてください私もいろんなことを教えたいと思います。教えると書いいてて送ってください

プラチナゲームズさんが密かに目論んでいるという東野工事ゲーム化計画その会議が煮詰まってるそうでございます本家の皆さんから僕が主人公のゲーム案を送っていただき会議の手助けをしようというコーナー面白い案があれば実際にゲームが作られるのか作られないのかっていうことでございますけどメールたくさん来ておりますありがとうございます、えー、この方ラジオネーム横山カーフキックさん東野さんを主人公にしたゲーム考えました 東野さんといえば赤ちゃんくらい白くて綺麗なお尻そんな東野さんのお尻が存分に楽しめるようなゲームがいいなと思います。放課後テンジャークラブのようなコントの収録やタミザルでのお風呂の入浴シーンの撮影中いろんなシチュエーションで動き回る東野さんをプレイヤーがタオルやカメラの角度や方向操作して股間を映さないようにするゲーム。 なかなかね面白そうで単純でスマホとかでできたら一番いい上手に上手に、うん、隠すっていうことでございますからでもしも隠せなかった時にゲームオーバーの時に何が見えるのかがね。<laughs> もろに男性儀見せたらね、はい、プラチナゲームさん神経疑われますから <laughs> で男性以外で何を見せるかっていうところでございますけれども確かになんかこういうゲームあってもいいと思います。えー、愛知県カレーギさん 東のゲーム化計画を考えました。ゲーム内容はガーシー法だったキムニニーが失踪すす。るところから始まりまり <laughs> キム・ニーの仕事場で東野へお礼はお前を弟のように思っていたというガーシー法とは無関係の謎のメッセージが残されていたため大崎会長から警察とは別に動く社内調査チームの繁盛として東野さんが示され捜査していくことになりますと。 最初の登場シーンで俺の方が先輩やという、えー、オープニングムービーで幕開け後輩芸人たちを使って東野班長がキム・ニーの行方を探すコマンド選択式アドベンチャーゲームでロックグライミング競争や三味線を引くお陶芸などミニゲームをてんこ盛りでございますからということでございますから、まあ、吉本芸人がオールスターでーキム・ニーが行方不明になってみんなで探すいろんな劇場を行くそういえば見たよって後輩先輩いろんな方で劇場もしながら。 うんナンパもしながらいろんな情報っていうところですよねなかなかいいと思いますでも先週そうそう俺思い出した考えたんですよあのゲーム、はい、東野康二が主人公というかあのポロ野球乱闘ゲーム <laughs> あのベンチの補欠で座ってるんですよでピッチャーがあの外国人助っ人にデッドボール頭に食らうんですよ でカチンって来てパッと持ってピッチャーマウンド行ってもう大乱闘になってうわーってなる時にベンチにいた俺が補欠の俺が走っていって何人倒せるかってやつ <laughs> バッコン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 で言うたらうーん助っ人外国人倒したら一番点数高いんですよ <laughs> 同じような補欠選手はったら安い感じでなおかつ審判にバレんように蹴ったり殴ったりせなあかんから。 自分が退場になったらもうゲームオーバーですから影に隠れて助っ人外国人をボディ殴るとか明日先発のピッチャーやったら実はラッキーですって利き腕ならラッキーですみたいなんで行くでそれが一番イージーモードがセリーグ編なんですよでちょっと難しくなったらパ・リーグ編ちょっと荒い印象じゃないですか。 ね、勝手なイメージですけどそれのさらに難しいのが韓国野球バージョン台湾台湾 <laughs> 勝手に分からないけど昔八百長の事件もあったしなんか荒々しそうじゃないですかほんでメジャーリーグっていうクリアーどんどんしていくっていうとこですからメジャーリーグの乱闘なんてもうええいですから補欠も強い中、うん、言うたらまあそのえとベンチプレスモードみたいな筋トレーモードみたいなのがあって。はい <laughs> 体野球はしないですよ <laughs> 常にベンチで座っててチューイン合うみたいな感じじゃないですか, <laughs> なん,かなんかねあれちょっとこうパワーアップできるとか,なんかと炭酸飲料でパワーアップできるとかしてこう行くみたいなどうなのかなと思って、えー、乱闘で乱闘で,乱闘でうんパ・リーグらしいリーグセ・リーグらしいリーグ。 えー、韓国らしいリーグ、台湾らしいリーグ、<laughs> メジャーリーグらしいリーグにみたいな。してやっていくっていう。今までなかったでしょそうですね。でも、イメージなんか、ファミコンぐらいのドットでやってほしいですね。そう、なんですかね。<laughs> あと、まあ、まあ、まあ、チャレンジモードで、<laughs> ヤジユウタおっさんの、だから。 金網越しに上がっていって <laughs> 殴りに行く <laughs> ボコボコにする <laughs> っていうあこっそり発売したらいけんのかなとか思ったりもするんですけれどもえこのように皆さん、えー、東野幸二が、えー、主人公でもいいですし、えー、こんなゲームワンどうだでも結構でございます、えー、ゲームワンどんどんですね書いてください。 プラチナゲームズさんからはシューティングゲーム「ソルクレスタ」が発売中でございますこちらも是非皆さん皆さんプレイしてみてください以上東野浩次ゲーム化計画でした エンンディングでございます過去の放送は YouTube で公開中そして洋楽リクエストに加えて工事に教えて日常それでも生きていく賢くに来きましょう格闘技習います今日格闘技のやつも読みたかったんですけどねクラブマガ体験した方がですねえー、本家の皆さん本家の方で。 いらっしゃったんでちょっと俺もちょっと行きたいなと思いつつなかなか行けないんですけれども、えー、でプラチナゲームズプレゼンツ東のゲーム化計画募集中でございます。あと先はがきは郵便番号五三零八零零四 ABC ラジオ東の工事の本物ラジオメールは HH@ABC 一ゼロゼロ八ドットコムでございます。メッセージを紹介した方にはお札ステッカーですね。時々本物バッチ差し上げます。ということで、えー、あっという間の一時間でございましたけれども、えー、また来週でございますよね。 えー、また来週も聞いたってやバイバイこの番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸常盤大学がお送りしました。